皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回は皆様に楽器屋さんで絶対にやってはいけないことなんていう話をさせていただこうかと思います。楽器屋さんで絶対にやってはいけないこと、これはまあ難しいところでございまして、学校で習うことでもないじゃんね。学校でなんかね、学校の先生が授業中に本日は楽器屋さんの立ち振る舞いについてお話をさせていただきますなんていう講義は一切受けなかったし、テストとかで楽器屋さんの NG 声はどれですかなんてそんなテストが出たわけでもないですよ。で、この楽器屋さんに行ってさ、楽器屋さんの取扱説明書とかあるわけでもなければ、なんか楽器屋さんのマニュアルとかあるわけでもないし、なんかこれね、今までね、これはね、先輩とか知ってる人とか経験者とかの方から教えてもらうみたいな、なんかそういうテイストがすごい強くて、楽器屋さん自身が言わずもがな、なんかこの暗黙の了解でなんかこう前提にしてるっていう背景、そんなテイストがねすげえ色濃いんですよ。だからその周りに詳しい人がいないとなかなか知る機会っていうのがなくてさ、だからこの動画サムネイルとタイトルにつられてポチッとクリックしてくださったほとんどの人、まあ、ほとんどっていうかまあ結構あの多くの人が不安な気持ちから見てくれていると思うんですよ。周りに知ってる人がいたら教えてほしいし、詳しい人がいたら聞きたいし、なんか信頼できる人がいたらその人を頼りにしたいんだけれども、そういう人がまずいないと。でもこれからも楽器屋さん行きたいと思ってるし、もっと楽器屋さんで思想したいとか、なんか楽器屋さんライフを楽しみたいと思ってると。けど立ち振る舞い方わからない、そして NG 項目わからない、どうすればいいかわからないっていう気持ちから楽器屋さんに行くことを躊躇しちゃうとか、不安に思ってしまうとか、どうしたらいいかわからないっていう人結構何気に多いと思うんです。そんな方に向けて今回は4つの楽器屋さんで絶対にやってはいけないポイントという話をさせていただきますので、ぜひとも参考にしていただいて、これから楽しい楽器屋さんライフをエンジョイしていただければ幸いでございます。楽しい楽器屋さんライフをエンジョイ、日本語おかしいな、まあいいか、まあそんな感じでございます。よかったら参考にしてみてくださいませ。4つのポイント、まあ先にね、こうバババッとお話をさせていただきますと、まず最初1個目はですね、楽器屋さんに置いてある商品である楽器本体は基本的に一切お触り NG です。まあ、つまり楽器に触るなってことです。楽器に触るときは必ず店員さんに一声かけてから触ろうというこの話。で、二つ目。これはお荷物とかアクセサリーに気をつけようということでございます。大きい荷物とか、大きなアクセサリーとかで楽器を傷つけることは絶対 NG です。で、三つ目、スラム奏法とか、なんかこう、特殊奏法系、なんかその楽器本体の使い方の範疇を超えた本来の使い方ではない使い方の思想は絶対に NG です。で、四つ目、知ったかぶりも絶対に NG。楽器屋さんと話をしているときに、単語とかね、機材の話が出たときに、わかんないものを、あ、知ってるよって言ったりとか、全然知らないことをね、あ、わかってますよみたいな感じたりすることはですね、全然何のメリットもないからね、絶対 NG という感じです。そんな感じで4つの項目があります。その4つの項目についてそれぞれお話をさせていただきましょう。まず1つ目、楽器本体についてはもうね、お触り NG ってことなんですけども、これはもう本当にそのままの意味。楽器屋さんに行くと、まあ、いろんな商品置いてありますね。ピックとか弦とかチューナーとか、まあ、いろんな小物とか置いてありますよ。で、その辺の小物に関してはね、まあ、いわゆるそのスーパーとかコンビニとかと同じような感覚で全然大丈夫です。ただし、楽器本体は別。ギター、ベース、ドラム、アコギ、まあ、サックスフルート、まあ、いろんな楽器屋さんにはありますよ。まあ、楽器屋さんですからね、ありますよ。でもその楽器本体に関しては、基本的にお触り、指一本 NG です。一切 NG です。で、その基本的にっていうのが何を表すかっていうと、店員さんの許可を得てからっていう話です。その、触ってみたかったりとか、試してみたかったりとか、その、持ってみたかったりしたときは、店員さんに、持ってみていいですか、試していいですか、触っていいですかって一声入れて、そこで、いいですよって言われてから、初めて触って OK です。その許可がない限りは、指一本触ってはいけません。で、これ、可愛いパターンでいくとさ、その、お子さん連れとか、まあ、お子様連れの方がさ、このね、ちっちゃい子とか手つないで来店される方も結構多いんですよ。で、ちっちゃい子さ、手つないでるけどもさ、やっぱりこの、目の前に楽器、ギターとかがあるとさ、やっぱ触ってみたくなるんですよ、普通に。で、その指でこうね、弦をこう、じゃらん、じゃらん、じゃらんってこうね、遊んだりとかするんですけれども、結構そういうのよくあるんだ。で、それは可愛らしいし、微笑ましいけれども、絶対ダメ。もう、超 NG です。楽器屋さん的には超 NG。もう普通にこうね、お子様が弦触らないようにちょっと見張ってあげてください。で、ちょっと、もう、
おいっていう感じのお子さんだと、その親御さんだと、まあ、子供に罪はないから親御さんですね。その子供さんがね、そのテクテクテクって手のやるって言って、そのね、もうギターとかベシンベシンって触ったりとか、なんかこうね、なんか物をね、どついたりとかしてても全然何も言わない親御さんとかも結構いるんですよ。楽器屋さんでもその立ち振る舞いね、超 NG なんで、そのお子様連れて行かれる方はですね、ほんとすごい、気をつけていただけると幸いです。楽器屋の店員としてはね、めちゃめちゃハラハラしてます。大丈夫かなって言って、子供が来た時に。いやそんな感じで、それの可愛くないバージョンもあるんだ。年配の方に結構ちょこちょこ見受けられるんだけど、これちょっと信じられない話なんだけどさ、ちょっと聞いて聞いて、すごくない？まあね、その俺詳しいぜみたいな感じで、この肩で風を切るみたいな年配の方に結構多いんですけど、もう楽器屋さんペンって来るじゃないですか。でギターのその、なんだろう、このプライスカードとかペッて外して、でそのね、装備品というかその付属品だよね、付属品とかも全部ペンって外して、で紐外して勝手にバーンって持って、で、お店のチューナーを勝手に使ってチューニングして、こう、ジャーって弾いて、いきなり弾き始めて。で、このね、たまに歌ったりとかする人もいるんですよ。で、歌ったりとかして、わーってやって、わ、すげえの来たわ、と思ったら、その人も、で、ペンってギターを置いて、もうすぐ帰るみたいな感じで。もう、なんか、みたいな。なんか、そんな感じに思うんですけどね、これね、マジでいるんだ、そんな人が。まあ、これはちょっとね、全然可愛くない例。で、その合間にもね、結構いろんなパターンがあったりとかするんですけれども、その子供であっても大人であっても、その楽器本体に触ることは NG だっていうふうにこう認識をしていただけると嬉しいです。触りたいときは必ず店員さんに触っていいですか、試奏していいですかって一言入れてから触るようにしましょう。店員さんもちょっとドキドキ、イラッとしております。で、二つ目、お荷物とかアクセサリーに気をつけようという話なんですけれども、まあお手回り品ということですよね。結構多いのが、大きいリュックサックとか持ってきて、ちょっとこうね、紐とか金具とかね、ぶら下がってる人。そういう人もね、店員さんとしてですね、結構見ててドキドキします。で、背中ってさ、やっぱりこうみんな不注意だからさ、こう振り向いたりとかした時に、その金具とかがさ、こうブーンってこう振り回されたりとかするんですよ。で、金具、なんかフックとかさ、振り回された向こう側に楽器があったりとかすると、もちろんコツンって当たってさ、傷になるわけじゃないですか。だからそういうカバンを持ってくなっていうわけではなくて、持ってったとしたらば、カバンを前で持つとか、下で持つとか、まあ、もしくはそのね、入り口のところに置いておくとか、まあ、いろんな対策があると思うんですけれども、その振り回したりとかしないように気をつけましょうということ、結構店員さんドキドキしてます。で、買い物袋、両手にたくさん持ってくる人もいて、まあ、しょうがないですけれども、まあ、そういう時もあると思うんですけれども、まあね、ずっとこう持ったまま振り回したりとかするんじゃなく、ちょっと広いところに置いてから、ちょっとこう、楽器を見たりとか、商品見たりとか、で、また大きく移動するときは、その荷物を持って、また広いところに置いてから、見たりとかして、できる限り、そのね、店員さんにこう、ドキドキさせないような配慮をしてあげると良いかと思います。で、シルバーアクセサリーとかすごい好きな方、かっこいいでっかい指輪とか、まあ、そう、ごつい。ネックレスとかする方たくさんいらっしゃると思うんですけども、それもね、かがんだりした時にさ、そういうこのね、勢いよくこう、ビャンってアクセサリーがいっちゃって、楽器にバチョーンっていたりとかすると、もう速攻 B 級品って感じになっちゃうんですよ。なんで別にアクセサリーをつけるなというわけじゃないです。ちゃんとこの配慮をしようという話です。で、楽器を試奏するとき、ギターうんたらかんたらで弾くときに、その指輪とかごっついものをつけたままだと、やっぱ店員さんハラハラしちゃうんで、アクセサリー、指輪とかネックレスとか、あとベルトのバックルとか、こういった金具が楽器本体を傷つける可能性がもうすごい多分にあるので、まあちょっと気をつけていただけるとすごく良いかなと思います。まあこういうちっちゃい指輪とかだったらそこまで神経質になる必要はないんだけれども、なんかちょっとごついものを身につけているときはちょっとそんな配慮をしていただけると良いかなと思います。で、三つ目、スラム奏法とかはもちろん言語道断なんですけれども、まあそれぞれ楽器の正しい使い方というのがあるわけですよ。正しいギターの弾き方、正しいベースの弾き方、正しいドラムの叩き方、正しいフルートの吹き方、サックスの吹き方、まあその正しいうんたらかんたらというのがあるんです。そこの範疇を超えるような思想とかは買ってからにしましょうということ。これも何気にね、ちょいちょい見かけるんですけれども、その叩く系のなんかそういう特殊奏法をする人いるんですけれども、絶対 NG です。絶対ダメ、絶対ダメ。店員さんにスラム奏法をしていいですかって聞くこと自体がそもそも NG です。なんでそういう特殊奏法をしたい場合は必ず購入してから、やるようにしましょう。で、4つ目、知ったかぶりは厳禁という話。これもね、なんか年配の方にすごい多いような気がするんですけども、何なんですかね。その店員さんと話をしてて知らないとかわからないっていうことが恥ずかしいと思うのかな。ちょっとわかんないんだけども、なんかすごいこうね、なんか言われても、お、俺知ってるよとか、あ、わかってるよみたいな感じで言う人結構いるんですよ。それね、本当ね、誰も得しないからね、やめた方がいいです。店員さんもね、わかるんですよ。あ、この人知ったかしてんなとか、あ、この人は分かってないんだけど、なんか分かってる風に言ってるなみたいな感じで、店員さんもね、すごい分かってます。それを見抜いてます。
で、そういうのを見抜いたときに、まあ、いい店員さんだったら、その、また別の言い回しでさ、その説明してあげたりとかするけども、まあ、僕とかみたいなね、あの、普通の店員さんだったらね、はぁ、何こいつつって、めんどくせえなって思っちゃうんですよ。で、めんどくせえなって思われたりするとさ、もちろんその、いいサービスなんか受けられるわけがないじゃないですか。なんで、そういう、なんだろうな、その残念な対応されないためにも、なんか知ったかぶりはもう速攻やめた方がいいです。店員さんと話をしてて、分かんないことは分かんない、知らないことは知らないってしっかり言いましょう。もう楽器のね、その知識とかさ、経験とかさ、その機材のうんたらかんたらのノウハウとかってさ、もうすごいこのパイがでかいから、もう知らなくて当然なんですよ。それを知ってる前提で店員さんも話しないんです。単純にそのお客さんがどこまで知ってるか分かんないから、ね、そのレベルが分かんなくてこの、ね、困ってるだけであって、だからそれを知らないって言ってくれた方がむしろ店員さんとしても助かるんで、そこで分かんない知らないっていうことを躊躇せずに、知らないことは知らない、分かんないことは分かんないっていうふうに素直に言いましょう。そっちの方が店員さんも接しやすいですし、いいサービスを受けられる可能性が全然高まるので、ちょっとそんな心構えをしていただけると嬉しいなという感じでございます。とりあえずそんな感じで4つの点についてお話をさせていただきました。結構な人数、多分この動画を見てくださってる方の中の結構な人数が現在楽器屋さんで働いてますっていう人結構いらっしゃると思うんですよ。いませんか、アルバイトしますか、社員してますとか、そんな方の声もぜひコメントにしていただきたいです。まあ一応僕はね、その楽器屋さんの中のギター教室で、まあ先生やってたんで、まあ売り場をね、覗けばいろんなお客さん見るわけで、まあそのお客さんを見ていく中で、まあちょっと僕が思ったことをお話しさせていただきましたが、現に今、もう現実として働いている方からしてみると、もっとね、言いたいこととかね、伝えたいこととかね、思うことがあると思うんですよ。もうぜひね、めっちゃコメントしてください。めっちゃコメントしてください。その経験とかコメントしてください。そっちの方がね、その最初の方に言ってた分かんなくて不安な人たちがめちゃめちゃ参考になるんですよ。で、本当もうすごいめちゃめちゃウィンウィンの関係になるんで、その不安な方々のためにも、ぜひともですね、その建設的な意見を、たくさんいただけますと幸いでございます。よろしくお願いいたします。それでは今回は楽器屋さんで絶対やってはいけないことということについてお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか。もしね、分かんないこととかあれば、バシバシコメントしていただいたりとか、感想があればバシバシコメントしてみてくださいませ。ちょっとおまけであと3つ、少しおまけで3つ話をさせていただきます。これはね、NG 項目っていうかね、ちょっともうマナーとか、なんかモラルっていう話です。もう人としてのモラルっていう話です。一つ目、まあ、ちょいちょい見かけたことがあるんですけれども、もう散々ギターを試奏して、説明をさせて、で、こういろいろ比較したりとかして、1時間、2時間、まあ、散々お世話になったにもかかわらず、ペット、ネットで調べて、あ、なんか価格 .com の方が安いですね、みたいな。Amazon の方が安いですね、こっちで買います、つって帰る人、結構いるんですよ。まあ、わからなくはないよ。その、やっぱ価格が安いからさ、それがね、その、100円とか200円だったら別にいいんだけどさ、それがさ、3万とか4万とかってくるとさ、ちょっと話が違うじゃん。小遣いが少なかったりとかさ、その、自由に使えるお金が少なかったりとかすると、あー、3万も違うのか、って悩む気持ちももちろんわかりますよ。けどそこはもう、ぐっと言葉を飲み込んで、今日はありがとうございましたと。もう、たくさん弾かせていただいてありがとうございます。また遊びに来ます。参考にさせていただきますって言ってから、にしよう。まあ、可能であればそこで買って、ね、もらった方が僕はすごく嬉しいけども、まあ、どうしてもやむを得ない場合は、ちゃんとこう、もう、まあ、当然じゃないですか。こんな僕言わなくても。でもね、ちょいちょいいらっしゃるんですよ。そんなことわざわざ言う人が。そういうふうにはならないように気をつけましょう。で、二つ目、イチャモンつける人。これもね、結構多いんですわ。ほんともう、この動画をご覧いただいている皆様の中にはそういう人がいないと信じたいんだけれども、結構いるんだ。楽器本体はもうそういう光になってて、めちゃめちゃよく見て。なんか、ここ。なんか、打痕ありますね、みたいな感じで言ってきたりとか。あ、なんか、ここ直感、塗装、ちょっと、ムラありますね、みたいな感じで言ってくる人、結構いるんですよ。で、はぁ、すいません、みたいな感じで言ってたりとかして。え、これ、値引きとかしないんですかみたいな感じで言ってくる人いるんです。え、値引きはしないですけど、みたいな。え、そうなんですか、え、これ別に5000円ぐらい、なんか値引きしてもいいんじゃないですかみたいな感じで、こう、いろいろ、いちゃもんをね、ぐち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 言って、じゃあ、もういいっすよ、5000円値引きでいいっすよ、1万円値引きでいいっすよ、みたいな感じで言ったりとかすると、じゃあ、検討します、つってギターを置いて帰るみたいな感じの人聞こえるんですよ。まあ、ほんとね、もうちょっとまあ、モラルの話ですよ、こんなこと。僕が言う必要もないんだけども、まあ、ほんとそういう風にならないでっていう、僕の願いです。で、それがさ、その正当な理由だったらいいんだ。その正当な理由。例えば、その、ちょい傷とか、バリがあるとかさ、フレットの刺激がおかしいとか、ネックが反っているとかさ、そういう風になってて、ちょっとこれメンテナンスしない限りは、ちょっとこうね、仕様に耐えられないから、ちょっとうんたらかんたらっていう風にこうね、まっとうな交渉なら全然いいの。けど、ケチをつけると、そのね、まっとうな交渉って違うじゃん。
そうならないようにぜひ気をつけていただきたい。で、3つ目、このプラスアルファは逆です。店員さんを信用しすぎないという話。店員さんを信用しすぎない。楽器とか、その機材とか、そのノウハウとか、そのメンテナンスとかのその知識ってさ、もうすごいめちゃめちゃ膨大なんですよ。本当もうね、もう勉強しようと思ったら、そこでそのね、もうそれぞれに対しても職人になって、その専門職として食っていけるぐらいの、もうめちゃめちゃこの膨大な量のノウハウが、もう経験とかがあるような、もうすごいでっかいパイなんですよ。で、これらをすべて網羅するって結構厳しくて、相当何十年も何十年もかけないと、もう網羅ってほぼ不可能なんです。けど、店員さんの中には、そのね、本当楽器のこの知識、まあ、全員が全員持ってるとは思わないけども、でも全然持ってない人もいるんですよ。全然持ってない人もいるの。勉強したことがない、経験もしたことがない、なんだったら楽器弾いたことがないし、音楽に興味がないっていう人が店頭に立ってる場合もあるんですよ。それがアルバイトさんだったりとか社員さんだったりとか、まあ、いろんなケースがありますけども、楽器に関して何の知識を持ち合わせない人が店頭に立っている場合も残念ながら正直あるんです。で、皆さんがそのお客さんとして楽器屋さんに行った時に、まあ、店員さんといろいろ話をするじゃないですか。で、その時に、あれこの人ちょっとなんかおかしいぞって思ったならば、その人を信用しないっていう選択肢も持つようにしてください。同じ楽器屋さんでもその人じゃなくて、なんとか楽器をなんとかさんじゃなくて、なんとかさんちょっと怖いから、もうなんとかさんじゃない人にちょっと相談しようみたいな感じで別の人に相談するとか、もしくはその楽器屋さんを変えるとかして、なんかこの人おかしいぞと思ったら、でも必要以上に信用しないっていう選択肢もちょっと取るようにしてみてくださいませ。これね、僕もね、すごい何度も経験あるし、僕の生徒さんからもね、結構そういう話聞くんですよ。まあ僕が楽器屋さんに行って、こういろいろね、思想をします、みたいな、した時に、まあこういろいろこの話をするじゃない。で、その時にさ、こう、なんかスケールの話をしてる時になんかね、あ、レスポールはなんかショートスケールですから弾きやすいですよね、みたいなことを言っちゃったりする人とか、あ、なんかこう、ネックガンタラカンタラだからとかね、そのストラトなんかね、ショートスケールとか言っちゃったりとかするような、なんかそういう人が結構いるんですよ。で、その僕の生徒さんの中にも、その、まあ、たくさんあるけれども、なんかちょっとひどいなと思うケースがさ、結構最近のケースでひどいなと思うのが、まあ、ある楽器屋さんで楽器を買いましたと。アコギを買いましたと。で、そのアコギを持って僕のレッスンに来てくれましたと。で、ちょっとそのアコギを弾かせてもらったら、ネックの状態がちょっとあれな感じで、これ一回楽器屋さんで見てもらった方がいいっすよと。ちょっと難癖って、難癖ってわけじゃないけど、ちょっとこう難ありなんで、少しメンテナンスしてもらった方がいいかもしれないです。つって分かりました。つって、その生徒さんが、その楽器屋さんに持ってったんですって。で、その楽器屋さんにギターを持ってったら、ちょうどその販売してくれた店員さんがいたんで、あ、ちょっとって言って、まあ、とある人からこんなこと言われたんだけども、ネックの状態見てもらえませんかつったら、はぁ、分かりました。つって、その店員さんがいろいろこう見ながら、なんかね、ロットかなんかに調整してくれたんですって。で、ロット、トラスロットこうぐるぐるってやって、で、こうちょっと見たりとかして、まあ、これどうですかつって返してくれて、まあ、弾いてみたら、あんまり違いがわからなかったと。うん。え、これそんな変わってますかねみたいな感じで。え、ちょ、どんな感じでしたとかっていう話を聞いたら、店員さんが、いや、僕、正直よくわかんないんですよねとかって言ったんですって。で、それはまあもうすごいなって感じですよね。いや、で、そもそもその詳しくない人がね、トラスロットいじるなって話なんですけど、ネック絶対にいじっちゃダメって話なんですけども、残念ながらそういうパターンもね、ちょいちょいね、見受けられるんです。なんで皆さん自身もそのね、楽器屋さんにいろいろ話をする中で、ちょっとこの店員さん怪しいぞって思う時があると思うんですよ。そういう時は、ちょっとですね、自分のこの心の中でマークしましょう。この人は怪しいぞ、みたいな感じで、そうした方がもうすごい、ね、身のためになるとかと思いますので、それで店員さんを信用しすぎないというマインドを持っていただけますと幸いでございます。そんな感じで、3つの、プラスアルファのお話をさせていただきました。まあちょっとこれはね、NG 項目っていうか、モラルですよね。マナー。みたいな話でございます。わざわざ僕が言う話でもないけれども、まあ、ちょっと今一度、確認をしていただけますと幸いでございます。それでは今回めちゃめちゃ長くなりましたけども、以上とさせていただこうかと思います。ぜひ楽器屋さんで働いている方もうバシバシとコメントしていただけますと幸いでございます。不安な方もですね、ぜひその楽器屋さんのコメントの方にバシバシと質問ぶつけてみてくださいませ。このコメントのタブでなんかこういいコミュニケーションというか、なんかいい価値観が生まれることをすごい期待しております。よろしくお願いいたします。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイの前に、私滝沢勝成、ジャワ会なるなんかこう有料サロンというか、有料ファンクラブというか、まあな感じの、そんな感じのことをやっております。まあこういう動画にねコメントしていただいて、僕がね1行2行3行でペペッと返す時もあるんですけれども、そちらの方ではその僕がですねいただいた質問に5分10分
分、もうものによっては30分とかもベーってこうね、長い間喋ったりとかするような、ラジオ番組を、配信しております。もし僕に直接質問して、もうじっくりと答えていただきたい内容があるという方は、ぜひそちらの方参加していただいて、僕に質問投げていただければ幸いでございます。その他のね、特典とかもたくさん用意しておりますので、興味がある方はぜひ概要欄の方からチャンネルメンバーシップの概要をチェックしていただくか、もしくはもうメンバーになるボタンをポチッとしていただきますと幸いでございます。ぜひご検討くださいませ。それでは今回マッチでめっちゃ長くなりましたけども、すげえよく喋るな、本当にもう。また違うところでお会いいたしましょう。それではさよなら、グッバイ。